ははいどうもこんにちは、えー、僕の YouTube チャンネルなんですけどこれネタのほとんどはパクリなんですよあの近所の人に聞いた話とかね学校の先生に聞いた話とかいろんな人のコピーなんですよね。でおまけに忠実にコピーできればいいんですけど劣化コピーになっている部分も多いです今日はねそういう話懺悔っていうかね白状します。例えばどんなのが パクリネタかといえばホームセンターで買った草刈り機をプロ用として使うっていうアイデアなんていうのは同業者ね近所の同業者の方のアイデアのそのままパクリですであと除草剤の巻き方とかねああいうのもパクリなんですよで、えー、これね僕のね最近始めたことじゃないんですよこのパクリっていうのはね あの昔からパクリっていうかで、うんね、昔からその教えてくれた人の本来の意味がなかなかわからないんですよ。で、えー、例えばあの小学校の頃教わったこととか最近になってようやく意味が理解できてきてそれで話してる部分もあります。小学校当時ね投資家の人の話を聞く機会があったんですよ。 聞く機会があったっていうか、盗み聞きしてたんですけど、それで意味が分からなかったことが最近になって分かってきた。そういうことがあります。小学校の先生の話なんですけど、小学校、5年生時の小学校の先生、社会科の先生ですね。社会科の先生なんていうのは、シェールガスの話してましたから。で、その頃の社会科の先生っていうのは、 あまあ、僕は小学校の頃ですから50年ぐらい前戦前に生まれてるわけですよねで子どもの頃戦争を経験してるとかそういう方が社会科の先生とかやってましたで、えー、シェールガスねシェールガスって言葉がないんですよアメリカは、えーまあまあ、当時あの第一次石灰第一次当時第一次石油ショック があって間もない頃だったんですけどでえその頃ねえ中東には石油があるけど実はねアメリカにも石油があるんだとすごい量の埋蔵量があるんだっていうんですよね。でロッキー山脈の近くにあってでアメリカは中東の石油がなくなった頃あ実はここにありましたって採掘を始めるんだそういう計画だっていう話を 社会科の先生が話してたんですよでその頃ねシェールガスって言葉もないしそれがねなんでその先生がその情報を手に入れたか分かんないですけどまあ意味が分かんなかった。で意味が分かんなかったのが、えー、意味が分かるようになったのは20年ぐらい前かなシェールガスが話題になり始まってあの時あの先生が話してたのはこれのことだったんだシェールガスのことを言ってたんだ。まあ あのシェールガスっていうのはえ今まで掘れなかったのはその技術的な問題とかコストの問題で掘れなかったっていうことでえだけどまあ本音と建前の国ですからねアメリカっていうのはある意味え中東の石油がなくなった頃実はここにあったって掘り始めるっていうのは結構当たってるって思います50年前にね。そういうい 石油の埋蔵量とかそういうことって国家的な機密じゃないですか。そういうことを、そういうものを含めて、そのすごい先生がいたんですよ。ただ、すごい人がいたのに、僕は気がつかなくて、最近になって気がつき始めてるんですよ。あとね、えー、身近なとこでは、身近なとこっていうか、具志堅陽子さん、あの、元ボクシング世界チャンピオンの具志堅陽子さんのお店が、 土っっていうところにあったんですよ僕は高校生の時ですけどね具志堅用高さんが引退して何年か後に茨城県の土浦市っていうところに、えー、チャンプっていうハンバーガー屋さんを出したんですよ当時高校生だった僕は友達とそのチャンプっていうハンバーガー屋さんに行くことにしました。あの世界チャンンピオにに会いに行ここうぜっていうことで 人で行ったんでですよで、えー、ただね店はね空いてました東魚川堂の中にあったんですけどね店は空いてて、えー、僕ら以外には女の子のグループが1組いるだけで店ガラガラの状態でしたで、えー、なんとねその世界チャンピオンが自ら接客してくれるんですよ「いらっしゃいませ」っつってねチャンピオンが出てくんですよあの具志堅陽光さんがね。 うわすごいなと思ってそれでまあハンバーガー注文してテーブルで食べることにしました。でそしたらねあの具志堅陽光さん自らがその注文のハンバーガーを持って届けてくれるんですよ。で届けてきて僕らのとこへ届けてくれるのかと思ったらもうすでに先に来てハンバーガーを食べてる女の子のグループのとこに僕らのハンバーガーを持ってってしまうんですよね。で あ間違っちゃったとか言ってで女の子に「キャー」とか言われてでそれから「ああお待たせしました」って僕らのテーブルにその僕らのハンバーグをー持ってくるんですよ。で僕ねその時にねまあそれでまあボクシングってねあの過酷なスポーツですからうーダメージとかあったのかなとか。 そういういことを考えたんで,すけどでもあ,あそれ <laughs> あの具志堅用お子さんのネタっていうかねサービスなんですよ笑わせようとしてね僕らはその時ねヒーローを見に行こうっていうスタンスだったので,であの今でこそね串志堅用お子さんのキャラっていうのはテレビで有名になってますけどその当時はちょっと違ういじられ方されてて。 あんんんんまり伝わわっっってこななかかかたたでですすよよ笑うこともできなくてで10年前ぐらいかな10年ぐらい前に僕は気が付きましたあああれは具志堅用高さんのがサービスしてくれたんだってあのネタなんだっていうのに初めて気がついたんですよすごい世界レベルのねあ,のあれですよねネタなんですよでそういうことがありましたあとね まあそういう意味では未だに意味がわからないことってあるんですよ。あのこれはえっ、ー、と中学校の物理の先生なんですけどこの動画見てねあのぜひねもし同じ先生に教わった人がいたら意味を教えてほしいんです。えっ、ー、と中学校の当時物理とか科学理科 物理と科学になってでその物理とか科学を教えてる先生のことなんですけど出ラっていうあだ名で呼ばれてて本名を忘れてしまったんですけど出ラっていう先生がいいんですよ。こすごい黒縁のあのガ、ー、ネかけて牛乳瓶の底みたいなガネかけてで背が低くて短足でちょっとお腹が出ててそれで出ラって言われてたのか何か分かんないけど出ラっていう先生がいるんですよ。で その先生はあんまり普段は冗談言うタイプには見えなかったんですよ。だけどそれであとその授業の特徴はねこの物理とか科学の授業をやるんでこうやって地球の絵を描く時あるんですよ。これが地球でこれが月でとかあと地軸がこうなっててとか、あのー、そういう地球の 丸を書くときあるんですよでこの丸にすごいこだわるんですよね。丸があこう書いてあここがちょっと違うなってこう書き直してああダメだ。で何回も何回もこう書き直すんですよ。すごいこの丸にこだわるんですよね。そういう先生でした。でねその先生が ある日パスカルの原理をね説明すするんですよでパスカルの原理を何かに例えて説明するんであればえ普通は注射器とかあれじゃないですか注射器大きい注射器小さい注射器ねそれだと思うんですけどこの先生ね何を持ったかおちんちんおちんちんで説明し始まったんですよ。あの 大人のおちんちんと子供のおちんちん大人のおちんちんは大きいからおしっこが遠くへ飛ばないって言い出したんですよねあのー、これ本当ですよでまあ今だったらこんなこと言ったらそれで <laughs> 一発クビになっちゃうかもしんないですけど当時はそういう説明があったんですよねその先生それでクビになってないですしであのー、<laughs> でもこれ そもそもねあの注射器ならともかくおちんちんで説明するっていうのはパスカルの権利ねちょっと違うんじゃないかなとも思うんですけど、まあ、とにかくおちんちんで説明し始まったんですよ。でお大人のは遠くへ飛ばないけど子供は小さいから遠くへ飛ぶんだっていう話なんですよ。でその時も図を書いたんですよね。でよかったのは 幸いねこのすごい地球の丸にこだわる先生だったんですけどそのこの描いた描,か描きませんけどねあの描いた絵はこうこうてん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 こう,こ,うこんな感じであのこっからこっちはすごい簡略された簡略化された絵だったんですよ。それがまあ幸いでしたけどあとまあこのものはこう。 子供がこう遠くへ飛ぶんだみたいなあれだったんですけど、で、もう、これ言っちゃったらね、でも簡略化されたいとはいえ、こんな説明しちゃったらもう、大爆笑で授業にならないじゃないですか。もう教室が爆発したのかと思いましたよ、この時はね。で、ドカーン、ね、受けて。 まあもうパスカルの原理なんかもうどうでもよくなりましたよね。でもねこれの意味はいまだに分かんないんですよ。それでねこれあのー、実は僕には6歳年上の兄がいました。でその6歳年上の兄がえ何十年か前にね言ってたんですよ。あのこのこ このパスカルの原理じゃないですけどすごい中学校に丸の地球の丸にこだわる先生がいるっていうのを言ってたんですよだから6年前ぐらいから同じ中学校では教えていたし同じ教え方をしてるわけですよね多分ねあのパスカルの原理で毎年教えられてたと思うんですけど 毎年っていうかねまあ5クラスありましたから5クラスみんなに教えたと思うんですけど同じ教え方しててと思いますよねで何の意味があるのかわからない、ね、ネタなのか普段ね冗談言うタイプじゃないんですよだけどそれまで含めて前振りだったのかね真面目そうな先生がこれを言ったら面白いだろうっていうネタだったのかもしれないしもしかすると その物理的な隠れた意味がね何か隠されているのか未だにわからないですよね。まあそういうねまあ僕の動画はパクリですパクリですけど何十年のあれなんですよ。あの例えば僕子供の頃投資家の話とかね最近になって意味分かってきてますしほんとその ちょっと頭が悪いのかもしれない。時間がかかるんです。だけど、これをね、僕の周りはすごい人いるんですよ。僕の周りにすごい人はいる。だけど、これが僕だけの知識になって、僕だけの経験になってしまっては、もったいないと思うんですよね。だから、この少しでもね、できればそのままお伝えしたい。ね、そういう,うチャンネルなんです。はい。というわけでね、僕は、 僕のチャンネルはあのー、パクリですけどパクリ中心ですけどだけどお伝えしたいことは僕の経験をお裾分けしたいと僕の周りねほんとすごい人いるんですあと DIY なんかももう天才的な方いらっしゃいますできればねそういう人の直接ねお伝えしてもいいですけどまあそういうわけでしたはい最後ちょっと 例によって終わり方は雑です。はい。これで終わります。